コーザルスイッチは、触れる電子工作応用教具作りの素材です。これは、その調理でバシャバシャ音つき、釣りゲームです。100円ショップで購入したおもちゃをベースに、音が加わったらどう変わるか、という作例です。100円ショップのおもちゃコーナーで購入した木製の魚と釣り竿、合わせて200円とは思えない出来栄えです。釣り竿の釣り針部分と持ち手に、細い電線の両端を挟み込んで、アルミホイルを両面テープで接着しました。竿を握ると、手と釣り針部分が電気的につながります。魚は買ったままです。磁石が吸着する両面の凸円盤は、内部で導通しています。釣れた魚をアルミホイルを貼ったプレートに置いたので、コーザルスイッチが反応しました。紙に絵を描いて、安全ピンをつけるだけでも、ほぼ同様に使えます。竿の自作も比較的容易でしょう。紙の魚は浮きやすいので、釣り糸がたわむぐらいに乗せる意識は必要です。音が連動すると楽しさ倍増。